はい、こんにちは。日曜日はリボルバーサンリボです。今回は田中ワークスのモデルガン M1917 ハンドエジェクターセカンド5スクリュー4インチヘビーウェイトモデルをご紹介したいと思います。このモデルはですね、顔出しが、2年以上前ですね。はい。そしてその時はなんとこの以前回ご紹介した、ガスガンとこれとのね比較対象みたいな感じでねちょこっと出てきてね、そのまま終わっていると思います。で単体紹介はそのうちになる、多分私のことですからね、言ったと思いますけれどもね、はい、2年も経ってしまったということです。で今回こちらを主役にですね、じっくりやりたいと思います。以前ね先般やったこの再試写シリーズで出てきたこのね4インチ、このね、はい、フィニッシュでねこの木繰りで出られちゃうとね本体かすんじゃいますんでね、皆さんね、はい、あくまで主役は今回こちらでございます。最悪後でこいつからねグリップ剥がしてねこっちにつけちゃいますからね、はい、なんて意地悪をしてるんでしょうか。はい、ということでね、まずはパッケージから見てみたいと思います。はい、さすがにね、はい、これ消しました。ここね、あの著作権でね警告食らいたくないんでね、はい、田中さんは大丈夫なんですかねこれね、はい、こんなね、どう見ても、某ね、はい、冒険家っていうんでしょうか、探検家ですね、はい、さんの映画にね出てきたのをイメージしてフューチャーして、まあ、こういう感じになってるということになるわけですね。はい、はい、で取扱説明書の方はですね、これ私ね、あの通販でもちろんあの買ったものですね。はい、ですから、あのお店で選んだわけではないんで、まあ、これがポンと来たんですけれども、傷もなくね、非常にいい状態で入りました。取扱説明書の方は、このね、M29 のね、モデルガン、これの、基本的なところ、これを、兼用っていう感じですかね、流用するような形ですね、はい、取説はね、はい、こんな感じで、こんな感じになってて、さらにその中に、差分でね、この N フレームシリーズのね、はい、取扱説明書が入ってきてるということになります。まあ、このあたりはね、どのメーカーさんでもやられてることですので、特にあの抵抗ありません。分かればいいかなという感じですね。特にまあリボルバーの場合はどうでしょう、買って遊ぶのに実際モデルガンの場合取説はさほど見なくても普通遊べちゃいますよね。そういう部分ではね、まあ、リボルバーっていうのは実銃でもね、そのシンプルさがね、評価されていますから、モデルガンの世界でもね、同じかなと思います。じゃあね、ちょっとね、外観見ていただきましょう。まず、銃口部、パッと見てね、銃口でかいですから、はい。インサートがバッチリ目立ちますね。もっとインサート、板厚あってもいいかな、みたいな気がします。はい。それと、シリンダーのインサートはね、奥にちょっと入ってますね、今回のはね。ちょっと出してみましょうか。インサートを確認するためにこんな感じになっていますということですね。はい、でバレルの基部、まあ一応この本来のこのバレルのね基部の面位置まではね、入ってるみたいですから、インサートがしっかり見えていますんで問題ありません。はい、ね、こんな感じですね。で刻印をちょっと見ていただきましょうか。で、バレルの上にもね刻印がありますね。ちっちゃくてね私見えません、読めません全然。すごいな、こんなところまでちゃんと再現するのも気合入ってますね。でこちら側はトレードマークと、普段 SWO とってね私たちの見慣れてるものでこの辺にいろいろ刻印があるんですけども、これは何にもないですね。バレルの両脇にあってサイドプレートにあるだけの極めてシンプルな中ですね。で1917の場合はあの軍用ですからね、もともとがねあの軍用に、まあ量産されたわけですよね。でハーフムーンクリップ付きのやつで、でこのね、専用のねカートが出てきてハーフムーンクリップなしでもね、撃てるようになるというのはね、かなり後のね、
改良型だというふうに私はウィキで読みました、はいね、ただそれでもなんか不発はやっぱり多かったみたいですね。ハーフムーンクリップほどではないにしてもやっぱりこの状態でも不発は多かったようなことが書かれていました。どこまでが本当かは分かりませんが、はい、こんな感じですね。サイトピクチャーね、この間もねガスガンの方でねちょっとね、まあ、苦労しましたけれどもね、苦労っていうかもうほぼ昼間日中外じゃないとこれ嫌だって感じですね。実際はどうなんでしょうか、これはもうやっぱり接近戦でパンパン打つんだからそんな狙って打つのじゃないのかなと。例えば、6.5 インチとかの長いやつもご紹介したと思うんですけれども、あの辺になるとなんか狙って打ちそうな気もしますけれども、これはもうどちらかというと本当にバックアップ用ハンドガンというんでしょうか、そんな感じで使われていたんじゃないかななんてことをねふと連想しちゃいます、はい、モデルガンでもねやっぱり重量がありますね。ガスガンはねペガサスシリンダーついてますからね非常に重量稼げますけれども、これ重さどのぐらいあるんだろう、550、あそんなもん、なんかすごく結構重く感じますよ。大きあグリップが細いからずっしり感じるのかな。カートを入れるとこのカートがねずんぐりむっくりすぎててねつまめない。もう年取ってくるとね指がね器用に動かなくなっていきますからね。はい、ちょんちょびっと入れてカチャッと、カートを入れるとどのぐらいでしょうね重さ。あ、674、そんなもんしかないのか。ちなみに、ガスガンの方はあ、やった同じぐらいじゃん。あ、勝ってる勝ってる、カート分でね、ガスガンの場合はねもちろん皆さんご承知のようにここが鋳物ですからね、これ結構いいウエイトになっちゃってますよねっていうのもあるんですけれども、結構いい感じで勝負できましたね今のモデルガンガンも。ということはこれを2丁持つとバランスは、あ、そうそうそう、同じぐらい同じぐらい、いい感じですね。こちらはあのガスガンですからそういうね構造になってますから、このねガバッと開いたね中高ねマズルから覗くインサート、いいですね。これなんかちょっとしたアリとか小さい昆虫ならここに住めそうですねこれね。わ、すっげーでげー、すいません皆さんの方に銃口を向けちゃってね、はい、あー面白い。シリンダーなのも考えてみれば、なんかぼっこりでかいっすよねこれね。なんかその辺のところってこういう系統のマニアの方もいらっしゃるような気がするな。おっと忘れちゃいけない、昨日のあのリボルバーでもやりましたけども、この形ですね。私の手なんか生じない方がいいのかな、うまくこんな感じであまり映らないようにして、あ、ドアップでやべ、なんかちょっとね、このエジェクターからポロッと落ちて中に入っちゃうっていうのがねよく昔のリボルバーでモデルガンでありましたね。これも本当にぼっこり開いてていい感じですね。この辺のねやっぱりディティールはねモデルガンじゃないと楽しめないんですよね。確かにね、エアガンでもこういう感じでね、まあ、ついてて雰囲気はありますよね。ただやっぱりほら、本当にぼっこりこうやって。で、何よりね、カートの装填、廃墟ができると。ね。この一個一個やるときのこのね、心の落ち着きっていうんでしょうか。ね。これね、万年筆にも通じるんですよね。インクを入れたりするときとかね、あるいは万年筆をこうキャップをねネジでくるくるっと外して、それから形を整えてペン先の向きを合わせてプッとこう紙に書くときというのとね、このリボルバーのね、はい、装填廃墟というのはね私の中では非常に近いものになっていますね。でおしゃべり してるばっかりでシリンダー回したりハンマー起こしたりしないのっていうふうに言われちゃいそうなんで、それやりましょうか。カートが入ってた方がリアルでいいですよね。多分ね、これ初起こしじゃないかな。ハンマーいきます。かっちり起きてます。オープンするとこんな感じになります。はい。
ね、ゆっくりやりましょうか。意地悪してしっかり起きてます。ダブルアクションで一回空打ちしちゃいましょうか。こんな音です。もう一回、今度はゆっくり、はい、無事ねシリンダーにね回転痕がついてきました。ここはね、気にしないようにしようということですよね。まあこのモデルぐらいまではいいんですけどもね、どうしてもねシリンダーを回せないような銃があるのも事実です。はい、じゃあ最後にね、ちょっとグリップね、さすがにねこっちはね仕上げもいいしグリップもおしゃれなの着てるっていうんじゃあんまりなんでね、はい、このね、あ、いいですね、はい、グリップをね交換してやりたいと思います。ちょっと大きかったかな、ドライバーが。おお、ギシッと締めてありますね。さすが田中さん、仕事がねがっちりしてますね。大丈夫なのかっていうぐらい締め込んでありますね。これ特にこっち側に、これせっかくの樹脂のあれなら上とね入れてくれてもいいんですけど、まあ逆に変にどこ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 上と入れるより、まあねこのだけ入ってりゃ十分かって感じですよね。昔の MGC のね44マグナムとかハイパとなんかこう、樹脂成形のなんか都合もあってやっぱこんなにでっかくねウエイト入ってなかったですからね。これスクリューはやっぱりグリップについてきたの私つけてるのかな、なんか記憶にないな。ね、この N っていうグリップをねちょっとつけてやりましょう。ヘビーウエイトの肌にはどんな感じになるんでしょうか。あ、いいかもしれない。なんてこんな大雑把な付け方をおっしゃるんでしょうか。ちょっとね余っちゃいますね、残念ながらね。ラインはぴったりってわけにはいきませんけれども、とりあえず装着はできますんで雰囲気をねちょっと楽しみたいなと思いますね。あんまり強く締めすぎないで。さていかがでしょうか。ぐっと雰囲気が上がったような気がするのは私だけでしょうか。ね、ちょっとねどけて主役をねしっかり取らないと。これもどけよう。いかがでしょうね。やっぱ全然違いますね。何より握り心地違うんですよね、やっぱり木ぐりってね。質感っていうんでしょうかね、特にこの辺のところってこうなんか本当に昔懐かしい家具とかね、使い込んだカウンターとかそういったものを想起させてくれてね、気持ちが落ち着きますね。木製グリップって本当に私だけでしょうか。皆さん多分ねそうだと思います。樹脂のグリップ全然悪くないんですよ。各メーカーさん工夫されててね、もう本当にね木に見まごうばかりのね素晴らしいグリップのところもねメーカーさんもありますけれども、やっぱり本物じゃないとっていうね、やっぱり本当の木ぐりなんだよねっていう。それにしてもこの銃頼りないですね、グリップ部ね。はい、これがまたこのアンバランスが魅力なんだろうな。なんだよこのでかいフレームにこのちっちゃいグリップみたいな感じですよね。で銃口だけボコッと大きくてさみたいな感じでね、いいね。触ってれば触ってるほどなんかこう雰囲気あるなって感じですね。いかにも取ってつけたような感じ。後の洗練されたスミス&ウェッソンのね一連のモデルたちとはねやっぱり一線を画してますね。この1917っていうのはもう時代背景ね、それがために作られたみたいな感じでね、はい、やっぱりじっくりこうしてみるとね新しい発見もあって楽しめますね、まあ、こんなのね片割れに置きながらねちょっと一服つけてね、はい、こうだな、このお酒はそうだな、ヨーロッパで活躍したんだからどこだろうな、お酒はやっぱりバーボンかなみたいな感じですね、はい、ということで、今回はね、久しぶり単体紹介としては初めてですね、はい、田中ワークスのねモデルガンスミス&ウェッソン、ね、N フレームシリーズからですね M1917 ハンドイジェクターセカンド5スクリュー4インチ
ご紹介してみ、すいません、とちりました。ご紹介させていただきました。ではまた。